こんにちは。今回はお知らせです。いろいろお知らせがあって長くなります。どんなお知らせかというと、1点目は新シリーズのことについてです。当チャンネルでは、名列車で行こうシリーズをアップロードしていましたが、それだけでは視聴者の方が飽きてしまうと思いましたので、新たにシリーズものをアップロードしていきます。どんなものかというと、背景、鉄道旅、です。元ネタは、テレ朝チャンネルで2007年から2012年まで放送されていた、背景、鉄道人です。背景、鉄道旅は、内容は、鉄道人とほぼ同じです。もちろんそれだけではダメなので、オリジナルのネタも用意しています。大まかに言えば、ゆっくりボイスを用いて、日本全国の鉄道路線を乗りつぶしながら、各路線の面白情報や、絶景ポイント、美味しい食べ物などをご紹介していくというものになります。このシリーズを始めることに伴い、新たなキャラクターも登場します。キハ11と1700系です。冷静に考えてみたらキャラクターではないですね。新シリーズについてのお知らせは以上です。続いては、今後の更新頻度についてのお知らせです。当チャンネルで投稿している動画は、名列車、鉄道動画、そして新たに始まる背景鉄道旅。この3つです。それぞれに大体の更新頻度を設定します。名列車は、3ヶ月に1回の更新。鉄道動画は、1ヶ月に3回の更新。背景鉄道旅は、5ヶ月に1回の更新となります。しかしこれらは、設定したとはいえあくまでも目安ですので、予告なしに変更する場合がありますので十分にご注意ください。それと、当チャンネルのアカウント名がチューブ電力チャンネルになっていましたよね。それはこのツイートが元になっています。私がこんなツイートしたことはわけがあるんですが、今は言えません。また言う機会があったら言います。お知らせは以上です。最後に一つ、重要ですのでもう一度言います。皆様にご理解いただきたいことは、アカウント名が変更されたことについてです。6月から通常に戻りますのでご安心ください。